皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰剛明です。1ヶ月チャレンジ20日目20日目になります。はい、今日はですねランジメニューの集大成のねエクササイズをやっていこうと思います。今まで足の指だったりとか股関節の可動性、腸腰筋のストレッチ、この辺もねしっかりとやってきたと思うんですけれども、それらをですねしっかりと使ってランジメニューを行うことでよりね効果的に体の状態っていうのを良くしていくことができますし、姿勢改善にもつながるようなエッセンスになりますので、今日もね一生懸命皆さんと一緒に運動していきたいと思います。それでは今日も張り切っていきましょう。ヨガマットの端にね立っていただいたら、一歩足を大きく前に出していただいて、重心を引き下げて上下の運動ですね、下げて上げての繰り返しの運動をしていきます。この時一つポイントがあります。後ろのかかと常に高い位置をキープするようにしてください。重心引き下げた時かかと高く上がると思うんですが、重心を引き上げていく時もかかとの位置が下に落っこってしまわないように、常に指先でしっかりと支えていきながら、ヒールの位置、かかとの位置を高い位置をキープしながら上下動を繰り返してください。そして上半身は前かがみになったり反り腰になったりしないように、しっかりと体まっすぐの状態で上下動を10回していきます。そして10回終わったら下で下ろして10回ですねバウンドをしていきます。10回バウンドしたら後ろ足を前に持っていき、反対の足を後ろに持っていく。同じように10回10回を繰り返していくバックになります。それでは皆さんマットの端に立っていただいて、左足大きく一歩前に出しましょう。では上下動を10回していきます。1下ろして引き上げます。2回目に下ろして引き上げます。3回目下ろして引き上げたら両膝しっかりと伸ばし、お尻はキュッと締める。4回目下ろして引き上げます。5回目を引き上げる。6回目を引き上げる。この時膝は両方とも伸びている状態です。7回目しっかり重心引き下げて、8回目下ろして引き上げます。9回目、この時ヒールの位置高く上げておいてくださいね。後ろラスト10回目10、ここで引き上げます。そのまま一度下に下ろして、ここで10回弾みます。大変な方は膝に手ついても OK。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で右足前、左足を後ろに下げて、反対も同じことをしていきましょう。まずは上下動を10回です。ではいきます。1引き上げます。しっかり膝を伸ばして、2回目下ろして引き上げます。3回目3引き上げます。4回目ぐーっと重心を下ろしていって引き上げます。5回目5引き上げる。6しっかり重心引き下げて、後ろの膝一生懸命伸ばすようにねしていくと、もも前が伸びていきます。78回目89回目9ぐーっと引き上げて、ラスト10回目10。一度引き上げてから重心を下ろして、膝に手をついてバウンド10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で左足前。 OK です。手足ブラブラしてください。それではですね、今度は右足と左足を交互にステップして戻す練習をしていこうと思います。できるだけゆっくりと足を下ろせるように戻ってきて、ゆっくりと足が下ろせたらベストです。それでは左右交互に10回やってみましょう。右足からいきます。せーの、1戻す、2回目2戻す、3回目3戻す、4回目4戻す、5回目5戻す、6回目6戻す、7回目余裕がある方で万歳。7戻す、8回目8戻す、
9回目、9、戻す、吸いますと、10、戻す、OK です。今度は少し前に歩いていただいて、マットの前側に立ちます。今度はステップをバックステップ、後ろにステップして、戻していく。反対も切って、かけていく。これを左右交互に10回やっていきましょう。それでは右足からいきます。1、バックステップ、重心を引き下げてから戻す。左足バックステップ。前に、そう、3回目。3、戻す。4回目、4、戻す。5回目、5、戻す。6回目、6、戻す。7回目、7、戻す。8回目、8、戻す。ラスト余裕がある方、定番台。9、戻す。ストップ。10、戻す。はい、OK でーす。皆さんいかがだったでしょうか。今までやってきたね、エッセンスをしっかりと組み合わせていきながらですね、表現していくと、結構ね、大変なエクササイズだったんじゃないかなと思います。ただ、歩行改善だったりとか、姿勢改善につながる大事なエッセンスの詰まったエクササイズになりますので、今日だけでなく、またね、動画を見返していただきながら、このランジのワークはやっていただければと思います。そして明日はですね、壁を使ったストレッチメニューというのを紹介しようと思います。今日までね、足を一生懸命やってきていただいたので、明日少し上半身にまたね、戻していこうと思いますので、楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。